どうも、群馬県住みます芸人のガッツ岩瀬です。今回のテーマは家族で楽しめる我が町のサービスエリアということで、今回私が紹介したのは群馬県にあります赤城高原サービスエリアでございます。さあ、それではそのサービスエリア、一体どんなサービスエリアなんでしょうか。早速行ってみましょう。今回訪れたのは群馬県利根郡昭和村にあります赤城高原サービスエリア。店内には地元産のお野菜や果物が所狭しと並べられており、お土産として購入することができちゃいます。店内にはフードコートもあり、地元産の食材を使用した美味しいご飯たくさん食べることができちゃうんです。今回はその中でも特に人気の群馬県産の豚肉と群馬県渋川市の丸福ストアの特製ダレを使用した丸福の肉丼をいただきたいと思います。さあ、それでは群馬県産の豚さんを利用した、丸福の豚丼が届きましたので、早速いただきたいと思います。味噌汁でご機嫌を伺って、じゃあいただきます。うんまっ。このタレ何味？このタレって 何味なんですか？特別に丸福ストアさんで作っていただいている、はい、味噌とか、醤油を使った焼肉のタレになります。あ、味噌とか醤油の焼肉のタレなんですね、はい、全然分かんなかった。めちゃくちゃ美味しい。あ、でも味噌って言われたら味噌かもしれないですね。食べやすいように少し厚さも精肉店に調整していただいて、はい、厚からず薄からず、はい、ご飯に合うように。確かにお米と一緒にかき込むにはちょうどいいお肉の厚みというか、ジューシーさを損なわず食べ応えもあり、はい、これからのスキー以外のお客様にちょうどお腹を空かせてスキーから帰ってくるらっしゃいますので、あ、なるほど。そういった方に向けて、はい、いや、スキー帰りこれ食って帰ったらもう本当あと何にもいらないですね。いや、美味しい。これ味噌と醤油と何かが、ニンニク、生姜、あとはみりん、いろいろ調合されてるみたいですけど、へえ。特別に作っていただいてるので、はい、この豚丼のために丸福さんが特別にニンニクと生姜とみりんも入ってたのか、全然分かんなかったです。もう食べても食べてもうまいってことは分かるんですけどね。今撮影してるからちょっとゆっくり食べてますけど、本気出したら瞬殺できちゃいます。本当にガーっていきたい、ガーっていきたいもん、ガーっていきたいぐらい止まんない。はい、というわけで群馬県産の豚さんを利用した丸福の肉丼完食でございます。ごちそうさまでした。フードコーナーだけでなく、ここにはたくさんのお土産品が買えるお土産コーナーございます。群馬県ならではのお菓子やシュークリーム、ロールケーキ、メロンパンなどのスイーツだけではなく、新潟県のお菓子も買えちゃったりします。そんな種類が豊富なお土産コーナーの不動の1位を今回はご紹介いたします。こちらの赤城高原サービスエリアで一番人気、そしてここ赤城高原サービスエリアでしか買えない尾瀬の蜂蜜をかき、ここでしか買えないお土産をの思いから、赤城高原サービスエリアと地元の養蜂場、そして新潟の老舗米菓店がタッグを組み誕生した蜂蜜おかき。こちらなんとここ2年半の間不動の売り上げナンバーワンだそうです。こちらも、ちょっと食べてみたいなと思います。あ、すごい、もう蜂蜜の香りがすごいしますね。いただきます。うまっ、うまっ、甘っ、
蜂蜜だけですもんね。国産の蜂蜜だけの甘さです。蜂蜜だけでこんなに、もう蜂蜜の味だけなんですか、これ。そうですね、蜂蜜だけでこんなに美味しいんですか。おせんべいが自体にちょっと塩気がもう合うんですね。ベースはお醤油なんですけど、若干塩気がありますから、それで。あ、なるほどなるほど、はい、じゃあもう味付け自体はもう蜂蜜だけ。そうですね。一切香りもつけてませんから、蜂蜜だけですね。あ、そうなんですね。蜂蜜だけでこんな美味しくなるのって。そのおせんべいの照り自体も蜂蜜の照りですね、それ。見栄えが良くなるように何かしたとかそういうんじゃなく、もう全くもう一切人工のものは入れてませんから、もう天然のものだけで、はい、これ発売して今どれぐらいなんですか。今度の2月で満3年を迎えます。ここ2年半ぐらいずっと売店で今売り上げのトップですね。殿堂入りかっていうふうに話をしてるぐらい。このパッケージもね、また素敵ですよね。そうですね、うん、よくおせんべいですと中が見える袋が多いんですけど、うん、あえて見えないようにこうワクワク感を、なんかこれ買って開けた時の最初の情報が匂いっていうので、はい、もう一気にこう食欲をかきたてられるというか。そうですね、漂う感じで、すごい。こちら赤城高原サービスエリアでしか買えないおかきとなっておりますので、お立ち寄りの皆さんぜひご購入してお買い上げください。はい、こちらの赤城高原サービスエリアなんですけども、ご家族で楽しめるということで、お子様が遊べる場所もちゃんとあるんですよ。こちらの場所ではお子様と写真を撮ったり、景色を見ながら食事も楽しめます。はい、というわけで今回は赤城高原サービスエリアを紹介させていただきました。この赤城高原サービスエリアの周りにはとても多くのスキー場があるんですね。なのでもしよろしかったら、この冬の季節、スタジオの皆さん、スキーに群馬に遊びに来て、その行き帰りで赤城高原サービスエリア立ち寄ってみてはいかがでしょうか。というわけで、群馬県住みます芸人のガッツ岩瀬でした。さようなら。